こんにちは、ゆりです。今日も見ていただいてありがとうございます。メイクの前にもその後にも大活躍する天然オイルドロップアップスキンケアのご紹介です。私いつもこうシミとかそばかすすごい、まあ、気にするタイプで、まあ、皆さんもご存知のように私はそばかすがほんまに多いです。でもこれはもう遺伝というのもあるんですけど、やっぱりスキンケアの行いもやっぱり悪いとシミができちゃったりします。天然のものやからすごいこう優しく包み込んでくれるんで、肌弱い方でもおすすめさせていただいてます。最近お肌綺麗になったねってよく皆さんからも言われてるんですけど、まあ、この使ってるのがこちらの商品です。モロッコのうちわサボテンオイルです。これを今ずっと使ってて、私いつも結構メイク前の下地としても使ってます。であとは寝る前の保湿で美容液として使ってます。結構そのこれをつけるとファンデーションのノリがとりあえず良くなるんです。リキッドファンデーションとかがこう伸びが良くなるのですっごい塗りやすくなります。このサボテンのオイルはほんまに天然のオイルらしいんですけど、天然のビタミン E が入ってます。私が一番気にしてるシミそばかすの原因をこう防いでくれるという感じになってます。こうバリアをしてくれる効果があります。やっぱこう年取るごとにだんだんこう水分っていうのがなくなってきて、だんだんこうねやっぱり乾燥しやすくなってきちゃいます。でそれがやっぱりシワとかシミそばかすの原因になっちゃうので、化粧崩れもこれを使うことによって化粧崩れもしなくなるし、保湿されるので、肌が荒れることも少なくなります。見た感じね、こう厚めのメイクじゃないですか。で厚メイクなのでやっぱり化粧した後もやっぱ正直肌荒れとかひどい方やと思うんです。人より。でもこれ使うと肌荒れせんくなったし、何より化粧のりが良くなったしっていうので、ほんまにこれは使って良かったなって思う商品になってます。メイクで綺麗になるっていう以前にやっぱりスキンケアっていうのは大切やなってほんま最近つくづく思うので、やっぱりそういうとこからねやっていいかなと思ってます。詳しく紹介してレビューしながら言っていくので、ぜひ参考にしてみてください。次は早速泥パックしていきます。はい、すっぴんになりました。じゃあ今から早速ですね泥パックしていきたいと思います。ガスールっていうのは結構有名なんで皆さん聞いたことあると思うんですけど、毛穴の古い角質を取って汚れをねすごい取ってくれるパックになってます。固形のやつと粉末のやつがあるんですけど、私はどっちかっていうと固形よりからこういう粉末タイプの方が正直溶かすのには楽かなと思ってこっちを使ってます。パックこれ作っていきましょう。こういう入れ物とハケ、ブラシを用意してください。まあ、スプーンでもいいです。とあとお湯を用意してください。お湯ってかぬるま湯かな、水でもいいです。なるべくダマにならないようにかき混ぜていきます。あまり入れすぎたりするとサラサラになっちゃって、パックの意味がなくなっちゃうんで、なるべく結構こう加減でやっていってください。こうトロットロになりました。これぐらいしっかりしたら顔に塗っていきます。ブラシを使ってでもいいしスプーンでもいいです。結構ザラつく感じがあるんかなと思ったらそうでもなくて、私結構肌弱いんですけど全然こう傷つく感じがなくて、むしろ塗ってて気持ちがいいです。指にとって例えば気になるこの鼻の毛穴の部分とかをこうマッサージ、軽くこうマッサージしながらしてあげると汚れがより取れると思います。とこれで10分から15分待ちます。こう固まってしまって流しにくくなっちゃうので、まあ、10分ぐらい流してあげてください。はい、これで毛穴もすっきりしました。じゃあこの後ですね早速保湿です。このメイク落とした後の残りとか、まあ、毛穴に入り込んでる汚れを、まあ、落としてくれるからたまにこういうのいいなって感じですね。なんかねやっぱりの忙しくてそういうのやってる暇ない時あるんですけど、まあ、やっぱりね育児されてる方もたまにもう自分にご褒美ぜひしてあげてください。早速保湿さっさとしていかないとダメなんでね、やっていきましょう。先ほど紹介したうちわサボテンオイルです。化粧下地として使ってたんですけど、次は普通のもう美容液として使っていきます。だいたい2プッシュします。でこうまず乾燥しやすい鼻のとこからしっかりこう塗っていきます。塗り込んでいきます。優しくね、あまりパシパシとかせずに優しく塗り込んでいきます。
ベタつくイメージあるんですけど、塗ってからすぐ浸透していくんで、こうベタつきがないです。こうやってプレスする感じで浸透させていきます。2プッシュで全体に塗れるので、パッと見量は少ないんですが全然持ちます。肌荒れ私しやすいので結構すぐに保湿してくれるのと、あとはそばかす、それからシミも防いでくれます。使ってる化粧水をつけていきます。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ肌に浸透してる。結構ペチャ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 するんですけど、普段はこれ使うと結構こうもうすぐに入り込んでいく感じがあって、めっちゃ気持ちいい。こういう純粋な美容液って結構知られてへんっていうか、まあ結構使ってる人っていうのは少ないなとは思うんですけど、最近は海外のセレブとか、あとは美容の専門家とかも結構使ってるみたいなんですよ。こう下地、それから寝る前とか結構いろんな使い分けができるので、この1本でねおすすめしてます。はい、そんな感じでちょっと急に顔変わりましたけども、皆さん見慣れてますよね。ちょっと初見の方はびっくりされると思うんですけど、これが私がメイクした時です。はい、このドロパックこう落とす時もツルツルで、ぬるま湯で落としてあげてください。ほんなら結構綺麗にね落ちて、でこう触るともうその瞬間実感湧きます。ああツルツルやって思いますね。でうち の家族も絶賛してました。いいでしょこれって言ってということで今回このパックとこちらのうちわサボテンオイルですけども、これをですね買うと実は今ならですねこの最高なドロパックがついてきます。最強です。紹介しているサイトで買うと、さっき私が使ってたガスオイルのドロパックもセットでもらえるみたいなんで、気になる人は概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。こういう感じになってます。サイド自体もめっちゃ見やすいで、他の商品とかもね結構気になるのあったらぜひ参考にしてみてください。ドロパックとこちらのうちわサボテンオイル、すごい組み合わせがいいのでおすすめしてます。今回モロッカスキンケアの方紹介したんですけど、他の商品も売ってるのでぜひ見てみてください。もう中身から女子力上げていきましょう。私も最近ちょっとあかんかったんでね、でももっとこれから綺麗になります。頑張って、はい、いいんですよ、綺麗になるために頑張って頑張ります。はい、ということで今回私の美容おすすめ美容オイルとおすすめドロパックのご紹介でした。それではまた皆さんお会いしましょう。グッバイ。